18世紀のアイスランド語者本 SM66 に描かれたヘルモーズがバルドルの奪還のためヘルヘイムに来、ヘルとバルドルが彼を迎える場面。ヘルヘイムは北欧神話に登場する世界の一つで、ロキの娘、ヘルが治め、ヨグドラシルの地下にあると言われる死書の国。三層構造の世界の一番下の層である。時にヘル、ニブルヘルとも呼ばれる。 ヘルは、霧の世界であるニブルヘームの一部だが、ニブルヘーム全体と、同一視されることもある。注意すべき点は、英語のヘルとは違い、北欧神話のヘルは、あくまでバルハラに行かなかった一般的死者が赴く、冥府であり、刑罰がある地獄ではないということである。ニブルヘームの中央には、ニエタギル・フエルゲルミルの泉があり、怪物ニーズホックがいる。 泉からは、ツボル川、グンスラー川、フィヨルム川、フィンブルスル川、スリーズ川、フリーズ川、シュルグ川、ユルグ川、ビーズ川、ギョル川が流れ出ている。このうち、ギョル川には黄金の橋がかかっており、モーズグズという諸女の門番が見張りをしている。死者たちは皆この橋を渡って、ヘルに赴く。ヘルはそこからさらに下って北方にある。そこに、 メガミヘルの住むエューズニルという巨大な館がある。館は高い垣根で囲まれており、垣根の入り口には大きな門があり、ガルムという怪物の番犬がいる。この垣根の内側がヘルである。ヘルのさらに下にはニブルヘルという冥界があり、悪い人間が死後に送られるとされる。ありがとうございます。